皆さんこんばんは、ななみです。今日は、ちょっとねナチュラルっぽいような感じのメイクをしてみました。それではビデオスタート。じゃあ最初はこの SK2 CC クリームを塗ります。この下地は本当にすごい塗りやすくて、しかも軽くて、まあ、仕上がり的にはツヤっぽくなるので、まあ、下地なしでこれ1本でもいいかなって思えるし、まあ、下地として使うっていうのもいいかなって思います。これは本当1回塗っただけでこんな感じの色味になるので、割とカバー力もあるのかなっていう感じはしますね。で、気になるところだけここは2度塗りします。これだけだと結構こう素肌が綺麗な人みたいな感じのツヤっと感も出るような CC クリームになってます。肌がもともと綺麗な人みたいな感じに仕上がります。なんかちょっとツヤっと感もありつつカバーもしてくれるっていう感じ。そしたらコンシーラーを塗っていきます。そばかすとかが多いので塗っていきます。こんな感じです。エレガンスのパウダーを塗ります。で、結構この辺が割と、まあ、よれるときはここら辺がよりやすいので、ここをちょんちょんします。はい、こんな感じ軽く塗りました。はい、じゃあアイブロウを塗っていきます。こことここを混ぜて使います。気持ち上多めで。この眉毛を今日はクッと上げないで、このままナチュラルに下げていく感じで塗っていきます。ちょっとこういう細かいとこはこの付属の細い筆で埋めていきます。はい、こんな感じですかね。眉マスカラで仕上げます。ノーズシャドウも同じくビセで塗ります。こんな感じで下ろしていきます。もうこっちのこういう感じ、こういう感じで下ろします。鼻先はこちらで仕上げます。やっぱここはやっておきたい。やっぱね、鼻がちょっと丸っぽいからここはちょっと形整えておきます。で、さっき塗ったここをちょっとぼかします。ちょっと今日は迷ったけどこれにする。アイシャドウはクリオのこのカラー塗ります。このカラーはサテンっぽい感じなので、まあ、ちょっとこう下にこう仕込んでいくような感じで入れていきます。そしてこちらのカラーを塗ります。で、これはちょっと目尻だけのせます。そしたらぼかしていきます。で、下まぶたにも同じカラーを入れます。ほんとこの目尻の際で、上まぶたのこの目尻の部分、下まぶたにこちらを入れていきます。
ブラウンでラインを描いていきます。はい、こんな感じですかね。あとでもう一回、最終的にラインを塗るのでこんな感じで、今日マスカラはヒロインメイクのブラウンとこのイプサのクリスマスコーヒーに入ってたマスカラを使いたいと思います。これどっちもブラウンですね。こんな感じの色味です。ヒロインメイクの方はこういう色味ですね。どっちの方がちょっとプラムっぽいような感じのカラーになってます。細い方、まずはこのヒロインメイクの方で土台を作っていく感じで塗っていきます。ブラウンの方がちょっと優しい感じのなんだ仕上がりになりますよね。まあ、私はまつげないからこう優しい感じにする必要はないじゃないんだけど細いからねめっちゃ塗りやすいです。もうちょっと色味つけていきます。かわいいこの色。これをつけると黒じゃないってわかるかも。まつげがわかんないかはい、じゃあボビーブラウンのこのハイライト塗っていきます。まずは鼻先、ピコン、うん、このおでこですね。ちょっと頬骨この上あたりに入れます。ここが C になるようにこの眉下からちょっとここも入れちゃいます。あとは顎、はい、こんな感じかな。じゃあクリニークのチークを塗ります。で今日はちょっとチークは内側寄りで入れます。そしたら新しく買ったアディクションのリップを塗ります。色味こんな感じです。ピンクベージュっぽい感じ。これは使用感もあってね、すごい好みの色だったので購入しました。ただこうちょっとグリグリ塗らないとそんなに色味は乗ってくれないかなって思います。かなりオフィス使いとかできるような感じのリップになってます。はい、こんな感じです。もうすごいナチュラルに仕上がったと思います。じゃあシェーディング塗っていきます。はい、そしたらこちらの LB のラインを塗っていきます。仕上がりこんな感じです。はい、ということで今回は、ちょっとねナチュラルめな感じでメイクしてみたんですけど、まあ私のいつものメイクからしたらちょっと物足りないような感じもするんですけど、まあ、普段使いすごくできるような感じのメイクになってるかなと思います。まあ、ブラウンとかこういう唇の色を、抑えることで、まあ、普段使いしやすい感じのメイクになったんじゃないかなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。